Hello, すらましやん、こんにちは。カリニーサヤーブルビチャラチュマーバサジュパンサジャヤ、チョーバドゥンガルバサジュパン、うんとクリスニング、ブラジャーリア。はい。えー、それではですね、えー、今から村井スカランや。はい。それではですね、ちょっと今日はですね、日本語だけで話していこうかなと思います。 以前ですねあのこれなんですけどレモンの種から育てていたものですねだいぶ大きくなった時に紹介したと思うんですけどもだいたい5センチぐらいの時ですね今葉っぱがですね2つ出ています上にでその下にちっちゃい葉っぱですね2つありますこのまだちっちゃい葉っぱが2つあるぐらいの時に一応動画でですね紹介したんですけれども今回はですねちょっと大きくなってきました 葉っぱがですね、二つ。さらに大きめの葉っぱですね。二つ分かれてきましたね。このような感じで。成長してきています。はい。で、こっちはですね、多肉植物ですね。これも去年ですね、去年一昨日ぐらい購入したと思うんですけど、ちょっとずつ大きくなってきて、えっ、ー、と、この葉っぱをですね、取るんですね。 葉っぱを取ってそのまま土の上に乗せておくとですね、増えていくんですけども、これもこのような感じで今載せていて、こっちもですね、葉っぱ乗せたやつがですね、少し大きくなって、あのー、だいぶ育ってきました。ちょっと見にくいかもしれないですけど、真ん中あたりですね、これのやつですね、この、この多肉植物の葉っぱはもう結構ですね、大きくなりました。で、この今、見えるかわかんないですけども、 <laughs> ちょっと見にくいかもしれないですね、まあ、こんな感じで今爪楊枝2本立ててで縛ってるんですねっていうのもこれがちょっと倒れてきちゃってここの真ん中の茎の部分がですね弱くなっちゃって少しですね曲がって傷んでたので一旦補強してこれで様子見てるところですねはいこのような感じで今育ってきて だいぶ大きくなってきたかなと思います買った時よりは買った時本当にこれぐらいちっちゃかったんですねでこっち側の方ですね今2個あるんですけども買った時は多分これぐらいだったと思うんですけど葉っぱがですね落ちてまた新しい葉っぱがちょっとずつ出てきてこんな感じで育ってます もうちょっといっぱいこの辺から葉っぱあればよかったんですけどなんかこういう感じでですねだんだん枯れてきちゃってで上から新しい葉っぱが出て育ってくるといった感じで今んところまだ生きてるのでうまく成長すればいいかなと思っているところですねでこっち側はですねあのレモンの種なんですけど今1個しか出てないですが他にもですね23個 まだあのー、種入ってるので出てくると嬉しいかなといった感じで考えてますね、まあ、このレモンの木はですねあのー、大きくなるまでにすごく時間がかかって実がなるまでやるっていったら本当に何年もかかるので例えばある程度大きくなってきた時に挿し木をしたりすると早くですね もしレモンの実を収穫したいとかそういう場合はですね挿し木というあの方法で途中で枝を切ってくっつけてやってやればですねあの早く育つと思いますねはいまあ今回はこれじっくりこういう感じであの観賞用にですね観葉植物で育てようかなと思っているのでこういう感じでまあ この辺まで大きくなればいいかなと思ってますもうちょっとこの木がですね何年も経てば太くなってくると思うんでそういう感じでやりたいなと思ってますねでこっちも差し葉なんですけども少し育ってるのもあるんですけどちょっとですねまだ微妙な感じなのでうまくですね大きくなればいいかなと思いますこっちの葉っぱはこれですね このタンニク植物ですねこっちもこっちもやってみたんですけどなんかあまりうまくいかなくてこれとこれは割とですね根が出てきてうまくいきそうな感じですねでやり方はですねあの本当にもう上にポンって置いといてその後ですねたまに表面からだいぶ表面乾いてきてだいぶ水分 土から抜けてきたなーって頃に水を足してであとはまた放置しとくっていう感じでやってますねはいはいまあ今日はですねこんな感じで日本語だけでですねちょっと話してみましたまあリスニングのですね練習になるかもしれないのであのラジオ感覚でですねあの聞いてみるといいかなと思いますはい Kalau ada pertanyaan, nanti komentar di bawah ya. Sampai jumpa lagi.